今回ヘッドを受けさせてもらったんで、ヘッドとしてはいますけど、まあ、僕もあの選手に対して走塁のところついたりバッティングのところついたりとか、まあ、その各部門に ついてなんかみんな各担当のコーチ陣と一緒にコーチしてますよっていうで、やらなきゃいけないっていうことはやりますけど、なんかね、僕も本当正直手探りです、はい、だから監督の隣にいて、あのゲーム中はサイン出してでいろいろ作戦も考えて、選手の交代も考えて、必死にしがみついていくだけですね、僕も、はい、やっぱり敵チームとして、そのまあ、ヤクルトはそんなにカープには勝てませんでしたけど、やっぱり見てて、ちょっとつなぎの部分とか、そういうところは甘い部分があるんじゃないかなというふうには、試合をやってて感じたことはあって、じゃあ、コウスケやら、キクがそれを全てこなせてたか、ちゃんと分かってやってたかっていうと、またこれも疑問になるし、あの2人が見本になってくれないと、チーム打撃、自己犠牲っていうんですか、やっぱ率先してそういうふうな姿を見せてくれると、若い子にも浸透していくし、でやっぱり2軍の選手もテレビで見てるわけですから、やっぱ一軍はこういう役してるんだっていうところで、お手本、そういうところからしてもお手本になってほしい2人なんでね。先日もあのロッテ戦でちょっと若い選手にね、まあスタートが悪くホームでタッチアウトっていうところあったんですけど、意識のない走塁というかね、そういうふうには見えたんで、うん、そうじゃないよっていう、積極的に走るっていうのは当然のことであってね、まあ一つ先狙うとかっていう、まあその言葉言うのは簡単でね、なかなかじゃあ具体的にどうしていこうかっていうのは、ベースランニング一つにしても何かただ回ってるだけじゃなく、もう一個レベルの高いというか、体を内側のラインでこう回っていこうとか、ベースの踏み方もうちょっと考えようとか、やろうと思えばできることをね、まあ、僕はあの第1クルール、第1クルール、第2クルールかなには言わせてもらったんですけど、まだホーム到達もうちょっと早くなるでしょうみたいな、目標はパリーグに勝つです。もうパリーグに勝たなければ日本一はないわけで、ただあそこの交流戦を本当にうまいことを乗り切るってことが、もう本当に序盤の大事なところにはなってくると思うので、あそこでガタンといってしまうチームって結構あると思うので、なんとかパリーグに勝たなければ、やっぱりセリーグで上位争いはできないわけでね。とにかく、はい、僕はそこをなんとかしのげれるように頑張りたいと思います。